情報解禁をいつからしていいのか。あ、確かに。なんか言いたいじゃん、こういうとこで。言いたい。いいのかないって。言う。はい。この度ですね、はい、私たちにとっても嬉しい。ほ。何を何を。ほ。報告がね。あ、そう。ありました。あり。私たちにとっても嬉しい仕事の仕事が決まりました。この度高島いですね、幹部代理の仕事が決まりました。皆さん本当にいつもありがとうございます。もう本当に本当にありがとうございます。本当に、いや本当にめちゃくちゃびっくりしてて、だこの前そのホテルであのゲットレディウィズミーとかいろんな動画撮ったと思うんですけど、うん、あの時に私たち最後に LINE してて、うん、なんか今回は、まあ、こう都内のホテルだったけど、うん、なんか今後はなんかユニバとか、うん、なんかそのあ韓国って言ってたんですよとか、なんかそういう海外とかの仕事もしたいねみたいな感じで言ってたのが、まあ、10月末じゃん。まだ1ヶ月も経ってない。 3週間ぐらい。本当にこんななんかスピードでなんかやりたかったことが叶うと思ってなかったから、なんかいやもう嬉しいね。本当に嬉しい。本当に嬉しい。だからそこにちょっと海外の滞在期間中もお仕事だからお仕事あるんだけど、その間 YouTube とかもたくさん撮ってライブとかもできたらいいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。引き続きお願いします。それではね、あの、はい、挨拶をしていきましょうか。はいはいはい。キラキラキラー、高島のますみとせいなです。お願いします。はい、それでは今日のテーマ発表お願いします。お酒でやらかした話、やっていきます。お酒でやらかした話パート2。いろんなやらかしエピソードがあって、いや、おもろいよね。なんかやらかしってさ、結構人それぞれ違うと思うんだよ。そうだね。なんかその、まあ、例えばお酒でちょっと入っちゃったとかは、まあ、普通にあると思うけど、例えばそれがどんな場所でどんな様子でとかさ、絶対違うじゃん。そ そうすごく詳しく送ってくれる。そうそう本当にね。なんか第2弾も早速やっていきたいと思います。はい、それではレッツラゴー。お高いレストラン、はい、で緊張をほぐそうと飲みすぎて静かな店内で盛大にゲットした。かわいいよね、私。なんか、いや、かわいいよ。いや、なんか大学生とかさ、まだ慣れてないってさ、うん、そういう記念日とかで行くようなお店ってさ、すごいなんか厳かな雰囲気感じで、静かだし、うんうん、だからさ、めっちゃシャンパンとか飲んだのかな。多分飲んで、泡がいっぱいだから、ふってなっちゃったんだろうね。大丈夫ですよ、そんな自分が気にするほど周りは気にしないです。そう、大丈夫、大丈夫、大丈夫。だって、家に帰ってきて、トイレと間違えて、炭素の引き出しを出して用を足してしまったよ。最悪だよ。最悪だな。え、最悪だしさ、どうやって間違いなの。なんかさ、トイレそこ入ってこう開けて、そうそう開けて座るよ。そう。炭素。なんで間違いなの。なんかさ、前回もだったけどさ、本当にそこまでベロベロになったことがないじゃん。記憶とかここがもうアウトなわけでしょ。そうそう、アウト。その感覚が分かんないわけよ。マジでやばい。すごいね。それってさ、視覚的にさ、幻覚が見えちゃうの。それがお手洗いだと思っちゃうわけ。それとも、ほぼ寝てんじゃん。寝てんのか。で、なんかもう、同じ動作みたいな。いや、違うんだけど。分かりません。すごいね。それ木のタンスじゃなかったらいい、プラだったらいいね。あ、確かに、ね、タンスごと買い替えるよ、絶対。絶対そうだって、匂いつくじゃん。やだー。あ、なんでこれ、私、それ読んでて、ほんと一番よくわかんないと思ってたんですけど、うん、文脈的によくわかんない。はいはい、聞いてみて。沖縄旅行行った時に、お土産の男の人とやっちゃったっていうのがあるんだけど。あ、こいつお土産みたいな。じゃあ沖縄在住の方ってこと？沖縄在住の方を一緒に持って帰ってきちゃって、これとお土産した。やばくない？どういう状況なの？いや面白いですね。めっちゃソース顔の、いや多分そうイケメンとやっちゃった。うん、でもすごいいいんじゃないですか？いいどんな、もうちょっと詳しく知りたい。いやもうちょっと詳しく知りたい。お土産のに秘められた気持ち？
あの日は、ね、お待ちしております。お待ちしております、はい、本当に起きたら留置所、留置所、え、起きたら留置所、留置所、だって何だよ、何したのかな、ちゃんと やったよ、なんかやったよ、なんかアレストされてるよね。そうそう、本当そう、アレストされてる。でも記憶なかったらめっちゃ怖くない？怖すぎる。だってさ、普通に友達とイエーイって飲んでてさ、パッて気づいたら、怖い、怖すぎでしょ、映画みたい。本当にそれ大丈夫でしたか？それなんか飲まされてないですか？大丈夫ですか？確かにお薬とか飲まされてないですか？怖いですよ、心配ですよ、心配です、本当に心配。タクシー乗りながら吐いてたし、あ、これ私と一緒ですね、会社の先輩に電話かけて迎えに来てくれなくて、そんなんだから持ってねえんだよって言われて、新卒閉めるえ来てくださいって言って、無理です、遅いから無理だよ、無理です、は？そんなんだから持ってねえんだよ。今の言い方ぐらいだったら可愛いよね。なんとかこの間の電話覚えてるかおめえ、ふざけんなよで済むじゃん。うん、確かに。そうだけど、なんかそれが済むんだらモテるんだよバゲーとかだったらもう終わりじゃん。終わり、本当にもう終わり。てかヤバいやつに言ってる。これ多分女の子なの、多分、え、多分、あ、だから生のことやばくない？だから女の子は例えば男の先輩に、男の先輩でしょ、え、もうそんな、そんな、かわいそう、かわいそう、かわいそう、本当にモテない先輩、あなたどうすんの、本当に、え、傷だよ、えぐられる、えぐられるよそれ、え、かわいそうすぎるよ。皆さんお酒怖いですよ、本当に、気をつけてください、怖い、本当に。でもやっぱ職場シリーズはね、多いね、やっぱ同じ職場の女の先輩と勢いでこう最後まで行ってしまって翌週から気まずかったぞ、はいはいはい、気まずいな、それはな、ワンナイトで妊娠した時もやったんですけど、このまま結婚したので、さ、今の結婚生活5年、こう、2人素敵ね、すごいね、酔った勢いで妊娠までしちゃったけど、そのまま結婚したのかっていうと奇跡ですよね、奇跡だよね、そもそも妊娠するのが奇跡だから、いや、運命だったんだと思います、重なり合いよね、運命ですよ、その方とは。そう、だからお酒でやらかしって基本さ悪いことばっかり、いや、ほんとほんとそう、こういういいこともね、なんかこういう後から考えたら、そうそうそう、なんかほんと運命だったな、その時はただ多分両親とかはもうめちゃくちゃ反対だと思いますけど絶対言えないよ、いや、ほんと言えない言えない、確かに、え、だって結構付き合ってないですっていう状況、付き合ってない状態でしょ、あ、そっか、うん、突然の結婚と妊娠だもんね、まあそれはね、いい運命です、はい、いい出会いもあるぞっていうことで、はい、はい、ということでね、ちょっとあのカメラの不具合もあったということで、そろそろ終わらせましょうか、そうね、はい、大変失礼いたしました、はい、いやー、本当に相変わらずお酒のやらかしはね、いや、おもろいよね、本当におもろい、私好きだわこのシリーズ、でもこれは正直他の人のものを聞いてるから楽しいのであって、自分は経験したくございません、うん、し、なんかあの語りたくもないもん、はい、思い出したくないないですので、あのまた皆さん匿名でなので、お酒でやらかしたエピソードとか他のやらかしエピソードも、そうそうそう、もうどしどし募集しております、そう、募集していきたいと思うので、インスタグラムフォローしてぜひ質問箱回答お願いします、お願いします。それではこの動画とても笑ったよって思った方はグッドボタンと、チャンネル登録をお願いします。